の彼氏はすぐ流行り物に影響される性格で、それも安易で短絡的。今日もあいつと一緒です。今日もそんな格好だった。もう違和感ないな。お前もう2位ね。あ、でもこれ、OK、いやもうこれ間違いなく神回ですよ今回。これやばい、神回ですから。何何何始まりました。どうも、ありきりかりさんです。これ、ミヤさん。サミヤさんって、キラリさんのお母さんの水？ミヤさんです。さあ、今日は一体何をするかというと、じゃーん、吸引の呼吸、ゴロゴリ、逆立ち治療。これは今から逆立ちをしてもらい、逆立ちをした状態で牛乳を飲み干してもらいます。スーパーブサイクル。さあ今夜も始まりだ。